皆さんこんにちは、今回はタイガーマスクの話をしたいと思います。タイガーマスクっていうのは本当にその随分昔からの、素晴らしい少年漫画ですよね。知らない方のためにちょっと申し上げますと、あの孤児院で育った、主人公がですね、プロレスラーになって、虎の穴っていうところでものすごいこうハードな訓練を受けて、そして無敗のチャンピオンになるわけですね。ところがその顔をこう隠すためにマスクを、虎のマスクをしてるんですけども、でその、買ったその賞金の一部をですね、少年時代のことを思い出して、その、個人に寄付するというふうな強いプロレスラーの話なんですね。2010年、今から6年前にですね、実は、群馬県の、前橋の孤児院にですね、タイガーマスクよりということで、ランドセルが10個届いたという事件がありました。でそれはものすごい話題になったんですね。そのタイガーマスクっていうことそのものが、その少年時代 の、 あの 個人の思い出 でプレゼントしたというのが、そのコミックのですね、その漫画の、非常にいいモチーフ なので、話題になった。でそれがですね、毎年そのクリスマスになるとどこかにそのランドセルが届いて、でそれがだんだん広がってですね、もう全国現象になったんですね。社会現象になって、多い時はですね1000件を超えた、もういろんなその個人にですねプレゼントが届いた、あるいはクリスマスケーキが届いた、あるいはお金が届いたというふうな、ものすごいブームになったんですね。で今はもうだいぶ廃れてきたんですけど、やはりそのタイガーマスクを名乗る人からのプレゼントというのは結構今も残ってるそうです。で、それがですね、ついこの間、実は私がその本人ですということで名乗り出ました。でなぜ名乗り出たかというと、やはりその今弱者が、子どもたちが非常に苦しい時代になってきた、だからもう一度思い出してもらいたいからということで、自分もまたランドセルの、プレゼントを続けながらですけども名乗り出た。でその人はですね、実際に群馬県に住む会社員ということでした、肩書きはですね。でお名前もそのタイガーマスクっていうのは、その 役名は伊達直人ということなんですけども、タイガーマスクあるいは伊達直人と名乗ってプレゼントを続けてきた、その人の本名はですね、川村正武さんという43歳の会社員なんですね。で私はそのとにかく英雄でもないし金持ちでもない、ごく普通の人間なんです。でごく普通の人間でも、こういうことができる、こういうことをしたいということでやり続けてきました。でどういう動機ですかというとですね、幼い時にお母さんと死に別れて、でランドセルが買えなかった、だから風呂敷包みでその学校に通ってた。でそういう不遇な少年時代を思い出して、個人の子どもたちにプレゼントしようと思い立って、これを始めて、これからも続けるそうですけども、考えてみたらサラリーマンがですね、36歳とか7歳の時に、ランドセル10個をプレゼントするってすごいことですよね。ランドセルの値段って、多分ご存知だと思うんですけど、10個というと本当にすごいですよ。ボーナスが飛んでしまうぐらいのお金じゃないかなと思うんですけど、それをやり続けた。そしてやっぱり今本当にその子どもの、貧困が非常に増えてるんですね。 16% という、すごい比率ですよね。だからこういう時代だからこそ、自分が名乗り出て、またそれにみんなもそういうことにこう協力 してもらえないかということだと思います。でぜひそういう大きな、いい社会の現象をですね、みんなで作っていきたいと思います。素晴らしい心の温まる話でした。